マイナス10キロ、綺麗に痩せる佐藤澄香です。クリスマスに暴飲暴食しただけで一気に太った、なのにまたお正月が来て太ってしまうって心配していませんか？そこでこの動画では短期間で痩せる方法がわかるんです。せっかくのお正月、体重を気にせずに美味しく食べながら楽しく過ごしたいなとお考えでしたら、もうぜひ最後までご覧くださいね。今回のテーマはこちらです。お正月までに最速で痩せる方法についてお話します。では話の流れはこちらです。1つ目、なぜこの方法だと最速で痩せることができるんでしょうか、そのポイントと、2つ目、最速で痩せるための生活習慣3選についてお伝えします。では1つ目の項目です。なぜこの方法は最速で痩せることができるのでしょうか、そのポイント3つあります。まず1つ目は腸内環境が整う方法だからなんですね。とっても大切ですよ。もう一生懸命ダイエットするけれどもすぐにリバウンドという方は、そもそも体質が太ったままだからまた元に戻るんですね。で、逆に言うとあなたの体質そのものが痩せ体質へと生まれ変わることができたらいかがでしょうか。これはね、リバウンドなしになるんですね。もうとにかく痩せたいなら、しかも健康的に綺麗にというこの条件です。腸内環境を整えることがもう最優先なんですね。そうするとあなたは痩せ体質と生まれ変わることができます。で、どういう状態かというと、腸内に住み着いている腸内細菌たちのバランスがいいわけですね。痩せ菌と呼ばれる善玉菌たちがきちんとたくさん種類がいて、しかも元気で、あなたの腸内にいつまでもね住み着いてもらえるような環境を作れるか作れないかが、やはりダイエットが成功するかしないかの分かれ道になってきます。ですから後ほどお伝えするこの腸内環境を整える生活習慣を取り入れて根本的に変わることができたら、ダイエットは成功するわけですね。では2つ目のポイントです。自律神経のバランスが整うからです。これすごく大事。そもそも内臓、腸もそうですよね、をコントロールしてくれているのはこの自律神経のおかげなんですね。ところがこの自律神経もう簡単にバランス崩れます。ちょっとストレスがかかったりとかね、暑い寒いとか臭いとかうるさいとか、あと食事が悪かったり、もうちょっとしたことにすぐバランス崩しちゃいます。そうすると腸が動かなくなったりとか、他の臓器もそうですよね、もう代謝が落ちる、体が不調になる、もういいことがねもうどんどん減っていってしまうわけです。ですからしっかりとこの自律神経のバランスを整える方法を知ることが大切になってきます。ではポイント3つ目、睡眠。これもすごく大事。もう寝るだけでですね、痩せホルモンを作ることができるわけですよね。またはその食欲をね暴走するのを抑えてくれるホルモンも寝てる時にできるわけですよね。もうこれすごく大事です。なのでこの睡眠をいかに確保して、しかも寝ればいいってもじゃないですね、睡眠の質を上げていくか、ここが痩せるポイントになってきます。では2つ目の項目です。最速で痩せるための生活習慣3選ということで3つお伝えしていきます。まず1つ目は腸内環境を整えるお食事をとることになります。ポイントはこの4つ。1つ目、発酵食品を食べましょうです。これね、簡単なようでなかなか結構ねできていない方多いんですが、やろうと思ったらできます。もうすごく簡単。例えば発酵食品といえば味噌汁とかね、ぬか漬けとか納豆、キムチ、ヨーグルト、チーズなどなどで、また調味料でもお味噌や醤油、手作りの塩麹とか醤油麹、こういったものを上手に取り入れると簡単に発酵食品取ることができます。ですから毎食毎食のお食事でね、この発酵食品がちゃんと取れてるかなっていうのをチェックしていきましょうね。そして2つ目、食物繊維を取りましょうです。これめちゃくちゃ大事。もうまずは腸内を大掃除したり、あなたの暴走する食欲を抑えてくれるためにはですね、この食物繊維がもう必須なんですね。難しく考えなくても大丈夫です。お野菜であったりとか、あとネバネバ食品ですね、
納豆とか海藻類とか里芋とかオクラとかそういったこうネバネバしたものを取ると水溶性の食物性が取りやすいですし、まあ、もさもさしたね不溶性はまあさつまいもとかごぼうとかになりますけれども、少し便秘気味の方はこればっかり取っちゃうと逆にね詰まってしまいますから、バランス、水溶性、ネバネバしている水溶性のものともさもさしている不溶性のもの、これを一緒にセットで取っていきましょうね。では3つ目、オリゴ糖を食べましょう。これもね難しく考えなくていいです。いろんな食材に普通に入っています。代表的なのはバナナとか大豆製品とか、あと玉ねぎとか蜂蜜にも入っています。こういったものを上手に取り入れていきましょうね。そして最後 EPA DHA、 これもね実は大事なんですよね。まあ、体の中で作ることができませんから必ず食べ物から取る必要がある。代表的なのは青魚ですが、まあ、これもなかなかね青魚毎日毎食って難しいと思うんですね。お手軽なのはサバ缶とか無添加の水煮のサバ缶がおすすめなんですけども、それ以外でももう簡単に取る方法がある。それは何かというとオイルです。例えばエゴマオイルとかアマニオイル、そういったものをですねティースプーン1杯程度1日あたり取られますと簡単にこの EPA DHA が取れます。オメガ3系ですね。これをしっかりと取ることでですね腸内環境を整えていくことができるんです。では最速で痩せる生活習慣の2つ目はこちら、セロトニンイコール別名幸せホルモンと呼ばれる心の安定を司ってくれているホルモンを作りましょうなんですね。もうこれがですね少なくなってしまう方っていうのは本当にね過食依存になってしまうんですね。このセロトニンがいるおかげで暴走する食欲を抑えてくれる効果があるんですが、これが腸でですね全体の約9割作られるんです。なので先ほどの腸内を整えるお食事4つありましたね。それをしつつしっかりとこのセロトニンを作ってください。ただもう一つ簡単な方法があります。このセロトニンどうやって作るかというと、まあ、お食事以外にも朝日を浴びることで作ることができます。なのでしっかりねこういったお休み期間でついつい夜更かししてね朝起きれないって、朝日浴びなかったもうお昼だとかならないように気をつけましょうね。朝日を浴びるだけでしっかりとこのセロトニンの材料を作っておくことができる。でしかもこれが後々夜になると睡眠の質を上げてくれるホルモンに変わります。なのでいかにね朝日を浴びてこの幸せホルモンを作る準備をしておくかいないかで夜の睡眠の質も変わってくるんです。では最速で痩せるための生活習慣最後3選目は睡眠です。もうこれはねやっぱり7時間睡眠とってくださいね。睡眠をとる良質のねだけで痩せホルモンがきちんと作られる。もうこれ絶対作った方がいいです。ただしやっぱりストレスとかねいろんなことがあってなかなか寝つきが悪いんですとか、寝つきはいいけど夜何回も目が覚めちゃうんですという方、やっぱりね質が悪いとなかなかそのホルモン作りにくくなりますね。なのでこの項目では睡眠の質を高めるための夜寝る前に飲むと良い飲み物3選お伝えしたいと思います。まず1つ目はリンゴ酢ドリンクです。でこのリンゴ酢というのはもうめちゃくちゃダイエット効果高いんですよ。もう脂肪をどんどん燃やしてくれて代謝も上がりますし、またむくみ改善とかね、あとは腸内の動きを活発にしてくれるこの酢酸の働きも強いですし、食欲も抑えてくれるってこれすごいね優れものなんですよね。なので私はどうしてるかというと、寝る前に1時間前とか、まあ、せめて30分前にはですねお湯コップ1杯に対して純リンゴ酢、あの無添加の原材料がリンゴ果汁 100% のみでできているリンゴのその酢を大さじ1入れて、あとはちょっとね蜂蜜をちょい足しすることもあります。それを飲むとですね睡眠の質が上がるんですよね。寝てる間の血糖値の安定を図ってくれるので何回もこう目が覚めちゃうっていうのを防ぐことができるんです。では睡眠の質を上げる飲み物2つ目は蜂蜜茶湯になります。
もう白湯だけでもねいいんですよ。もう本当に、ね、内臓が温まりますし、脂肪燃焼効果がアップしますしね、デトックス、むくみ改善、もう寝てる間にねこういった効果を上げるために夜寝る前にですね白湯を飲むとベストですが、しょっちゅう目が覚めてしまうという方はやっぱり血糖値がね低血糖で安定してない証拠なんですよね。そういった場合はちょっと蜂蜜を入れるのも OK。 蜂蜜を入れることでその血糖値が安定してアップダウンがね防げますから、ぜひ蜂蜜も使ってください。で蜂蜜もね適量だと太りません。もちろんねドバドバ入れたら太りますけれども、カロリーオーバーでね。でも本当にねティースプーン1杯程度でしたらコップ1杯の白湯に対してベストです。で脂肪燃焼効果もありますし、腸内環境を整えるオリゴ糖も入ってます。で何よりも栄養価が高いので、しっかりとねやっぱり寝てる間に痩せホルモンを作るためには栄養不足だとね作れない。ですから蜂蜜さえを飲むことでしっかりと栄養も取れて、また血糖値が安定してぐっすりとね深い睡眠をゲットしてくださいね。では最速で痩せるための生活習慣ということで睡眠と言いましたが、そのための必要なドリンク3選目はこちら、ペパーミントティーになります。ハーブティーですね、ノンカフェインです。 できれば有機栽培の良いものを選びましょう。でこのペパーミントティーはですね、胃腸を整える作用とか便秘解消、冷え性改善ということで、しかもそのねお腹が空いたなっていう食欲を抑えてくれる効果もありますが、何よりもやっぱりリラックス効果、良質な睡眠をこうね導いてくれるハーブティーということになるんですよね。ですっきりしますし、もうなんかこうイライラとかモヤモヤとかしてると寝れないじゃないですか。でもあのペパーミントのねでこう香りを嗅ぐと、もうほんとリラックス、もうどうでもいいやって思えると思いますから、ぜひねペパーミントティーの力も借りてくださいね。でここで注意点があります。今ご紹介した良質な睡眠を得るための飲み物3選言いましたが、全部ホットでお願いします。もう冷たいものとかね、ここにましてや氷入れてガブガブガリガリとかダメですよ。余計ね交感神経が優位になってしまって自律神経が乱れてしまう。そうすると腸も動かないっていうね悪循環になりますから、日頃から冷たい飲み物や食べ物、お体を冷やす生物っていうのは極力ね控えたりとか調整する必要があります。さあいかがだったでしょうか。今回の動画は最速で痩せるための生活習慣3選ということで具体的にお話ししてきました。あなたが取り組めるところからぜひね、あこれだったら続けれそうだなってもんでもいいです。もうぜひ楽しく取り組んでみてくださいね。それではこの動画のお話以上になります。役に立ったなと思っていただけましたら、いいねボタンやチャンネル登録いただけますととっても嬉しいです。またコメントもどしどし募集しておりますので、ぜひ日頃のお悩みお聞かせくださいね。それでは次回の動画でお会いしましょう。